皆さんこんにちは。こんにちは。本日は羽村市のふるさと納税をご紹介します。今回ご紹介する返礼品はこちら、酒羽村です。こちらのお酒、なんと羽村の根がらみ米水田で採れたお米でできた日本酒なんですよね。そうなんです。東京産のお米で作られた日本酒ということで超激レアなんです。激レアですか。はい。激レアと言われるとどうしてもお味が気になるところですが。そうですよね、はい、飲んでみたいですよね。飲んでみたいです、はい、ところでこの動画をご覧の皆さんの中にもふるさと納税をやってみたいけれどもやり方がわからない、仕組みがわからないといった方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここからは簡単にふるさと納税の利用方法についてまとめてみましたのでご覧ください。ふるさと納税とは応援したい自治体に寄付できる仕組みのことです。もちろんご自身のふるさとではなくても寄付することができます。羽村市へのふるさと納税はふるさとチョイスから手続きすることができます。ふるさと納税の寄付金は税金の還付・控除が受けられます。控除上限額以内であれば自己負担額は実質2000円です。控除上限額のシミュレーションはふるさとチョイスサイト内で行いますが、正確な控除額が知りたい場合には所轄の税務署にお尋ねください。羽村市は都心から電車で最短50分という距離にありながら、多摩川などの自然環境にも恵まれた町です。ふるさと納税の返礼品には羽村市で作られた米やその米で作られた日本酒など羽村市ならではの品物を取り揃えており、ご寄付をいただいた方へのお礼の品としてお届けしています。皆様からいただいた大切なご寄付は公共施設整備や教育振興など羽村市の行政運営全般に幅広く活用させていただきます。羽村市を応援してくださる皆様からのふるさと納税を心よりお待ちしております。まあ、地産地消で、まあまあ、いい取り組みだと思いますけど、都内のお米で、まあ、米どころじゃないわけですよ。米どころじゃないやっぱりお米ははっきり言いますとやっぱり作りにくいっていうのが本音なんですね。なのでそれと一緒で、お、作りにくいお米になるだろうなと。初めて羽村のお水で作りましたけど、発酵しづらい水というかそういうのがありまして、これはなかなか先にしづらいな、発酵しづらいなっていうのがやっぱ作ってる、発酵させてる時に思いまして、結構頑張りました。羽村のお水使ってなのか、まあそれが多分大きく影響したと思うんですけど、いい意味でうちのお酒じゃない裏切ってくれた、あ、多摩島でこういう酒あんだっていうお声も結構お客様から聞こえてきましたし、それはなんかいい方向になってよかったなって。羽村の特産品を何か探してたんですね。で、羽村の水田っていうのが多摩川水系の最上流の水田と自負してますので、その水田で何か作できるもの、お米を使ったもので何か特産品を作りたいなと考えてたんで、それからお米を使ってお酒を作ることにさせてもらいました。まあ、羽村で作ったお米がお酒になるっていうのも想像もしてなかったことですし、できたお酒を、まあ、最初に飲んだ時に本当に製造家庭でもこうなんかフルーティーな感じの香りがしてたんですよ。そのまんま味に出てるんでね。で、まあ飲みやすい、口当たりのいいお酒が出来上がったのには正直驚いてます。で、この羽村は濃純旨口のタイプになるかと思います。ですのですっきりした味わいというよりはコクや旨味のある飲み応えのあるお酒だと思います。うちみたいな蕎麦屋さんでいうと、蕎麦前でもよろしいんですが、蕎麦をすすりながら一緒に飲んでいただいても蕎麦つゆの濃い味と相性はいいと思います。冷やして飲むのがおすすめですが、
フルーティーな味わいもあるので日本酒はちょっとという方にも、おすすめできるかと思います。羽村の水は確かなものですから、お米作りもどんどん美味しくなってこれから期待できるお酒かと思います。うちのお店ではこれからも置いていきたいと思いますし、私は好きです。羽村、はい、酒羽村、羽村の美味しさと魅力がぎゅっと詰まったお酒ですね。そうですね、非常に美味しそうでしたね。今後も魅力的な返礼品をご紹介していきますのでお楽しみに。羽村市への温かいご支援ぜひよろしくお願いします。